アトランティスの心は、アメリカの作家スティーブン・キングが1999年に発表した小説である。本作は5つの中短編より構成され、登場人物、場所、出来事などが密接に絡み合い、時系列上に進行していく。本作は、ベビーブーマー世代のアメリカ人の人生について書かれている。本作は2001年に映画化された。 作品中最も長い第一部、黄色いコートのゲス男たちは、1960年を舞台として、少年ボビーガーフィールドを軸に展開する。ボビー少年は、コネティカットのハーウィックで、自己中心的な母親リズと二人で生活している。彼は自転車を欲しがっているが、リズはそんなお金はないと言いながら、自分では、新しい服を、次々と買っている。 ボビーの11歳の誕生日に、リズは誕生日カードに挟んで成人用の図書館カードをプレゼントする。この時はまだボビーは自分の母親が仕事場の上司ドンバイバマンに性的な関係を強いられていることに気づいていない。ボビーはこの時期を二人の親友、ジョン・サリー・サリバンとキャロル・ギャーバーと一緒に過ごしている。初老の紳士、テッド・ブローティガンが ボビーと母親のの住むアパートの2階上に引っ越してくる母親リズはテッドをあからさまに嫌うが、ボビーは違った。テッドは、ボビーと本の話をして過ごし、彼に、ハエの王を渡す。この本はボビーに、大きな影響を与える。母親リズは、テッドがボビーに性的虐待をするのではないかと言って、不安があるのだが、その不安は、 自分が息子をおざなりに扱っていることへの自責あらと、ないまぜになっている。ボビーはそういう複雑な状況を理解してはいるものの、うまく、言葉では表現することができず、母親とテッドを引き合わせないことでことなきを得る。テッドが自分を一人の大人として扱うことは、ボビーに、新鮮な驚きを与える。テッドは、最近目が悪くなってきたと言って、新聞を、 毎日読み聞かせてくれればお金を払うとボビーに持ちかける。そのうちにボビーはテッドがたびたび瞑想状態に陥るのを目にし、やがてテッドが超能力を持っていることに気づいてしまう。物語はボビーとテッドが交流を深めていく様子、子供たちの夏の帰らぬ日々、そして恐れと成長を描く。本作はキングのライフワークでもある。 ダークタワーシリーズとも密接な関連を持つ。収録作とは大幅に異なる初期バージョンがアンタイオス氏に掲載されている。2001年公開。原作の1960年黄色いコートのゲス男たち1999年天国のような夜が降ってくるをメインプロットに用いている。主人公のボビーは原作とは異なりカメラマンになっている。また、 ダークタワーにつながる要素は全面的にカットされており、物語は作品の中で完結する。本編約101分。米国では、んーにより RG-13 の指定がかかっている。俳優の横のカッコ内は日本語、吹き替えキャスト。ありがとうございます。